セマルハコガメは、ハチュコウカメ目石ガメかハコガメ属に分類されるカメ。セマルハコガメの剥製。国立科学博物館の展示。最大高長19.5センチメートル。廃坑は、ドーム状に盛り上がり、中央部からやや後方で、最も高高が高くさらにその後方で最も幅広い。廃坑は、上から見ると楕円型や卵型。孵化直後から、 ある甲板や成長輪は明瞭だが、老齢個体では摩耗し、不鮮明になる。高甲板はやや大型で、後方が幅広いくさび型や当脚台形。C 甲板には筋状の盛り上がりが入り、あばら甲板にはキールがないかあっても破線状。円甲板はノコギリ状に尖らない。廃坑の色彩は赤紫色を帯びた暗褐色や黒褐色。生の周辺は、 赤や大色になる個体が多いが、生体では一部の未明色になる個体もいる。C パ板の黄色の周囲には、黄色や大色の縦縞が入る。円ン板下部の色彩は、黄色や、単鉱色。種商名フラボマージの他は、黄色い円のあるの意で、英名と同義。復興は大型で、切れ込みが入らない。左右のンパ板の継ぎ目が摩耗することが多く。 融合したように見える。蝶苗は属内でも発達し、復興を折り曲げて、廃校との隙間を完全に閉じることができる。復興の色彩は黒や黒褐色で、胸甲板や復興版の外縁は炭鉱色や黄色。頭部はやや大型。噴炭はあまり突出せず、上顎の先端は針状に弱く尖る。頭部の色彩は褐色や暗記色などと変異が大きい。 鼓膜の周辺には、楕円形、後頭部側面には、石形の木褐色や大色の反紋が入る。四肢背面の色彩は、暗褐色や濃灰色で、覆面の色彩は明褐色。尾は太くて短い。卵は、長径3.5から5.8センチメートル、単形1.6から2.6センチメートルの楕円型で、殻は白く硬い。孵化直後の体は、 高長3.2から4センチメートル。妖体は、廃校が扁平で、後部円乾板の外縁が、わずかにのこぎり状に尖る。また左右の後乾板のシームが明瞭。ドーム状の廃校や発達した腸、蝶外頭骨の形態、陸性傾向が強いことから、本種と萌木箱亀で、丘箱亀属子スタクレミスを形成する説もあった。分子系統学的解析から本種と、 萌ハ木箱亀が単系統群ではないことが判明したため、オカハコ箱亀族を認めない説が有力。ミトコンドリア d n a の分子系統学的解析から、ユンナン箱亀と単系統群を形成するという説もある。中華人民共和国の大陸部固体群を亜種 CF シネンシスとして分割する説もあるが、台湾の固体群との間に、 明瞭な差がないため分割を無効とする説が有力。中華人民共和国では標高800から950メートル。日本では標高400メートル以下にある紅葉樹林やその周辺に生息し、森林内を流れる河川の周辺や小宅地、湿原などの湿度の高い環境を好む。紅葉樹林の周辺にある茂みや農耕地で採食や産卵を行うこともある。 陸生でカキに水場の周辺に集まったり、浅い水場に浸かることもあるが、潜水することは稀。植生は雑食で、昆虫、蜘蛛、陸生の貝類、ミミズ、動物の死骸、果物などを食べる。車によって歴史した動物の死骸や牛糞に集まった昆虫を食べることもある。繁殖形態は卵生。6から9月に1回に2から6個以上の卵を、 数回に分けて産むと考えられている。飼育下では3回に分けて産んだ例がある。卵は主に3ヶ月以内に孵化する。発生時の温度が一定の温度より高いとメスになる。確率が高くなる。中華人民共和国では食料や薬用とされる。開発による生息地の破壊、道路脇の速攻による生息地の分断及び滑落し、交通事故、食用や薬用。 ペット用、白生用の乱獲などにより、個体数が激減している。生息地では保護の対象とされ、日本では、アシュヤ衆、八マ山狭る箱亀が1972年に、国の天然記念物に指定されている。一方で本来は分布していない沖縄島、黒島、ハテルマ島などで本種の発見例があり、特に沖縄島では、発見例が多く定着している。 可能性が高いとされる。沖縄島では、本種と琉球山亀の属間雑種が発見され、遺伝的汚染が懸念されている。絶滅器具ツールイペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。1980年代までは、台湾産、1970年代以降は中華、人民共和国産の野生個体が流通していた。 生息数の減少に伴い1980年代に台湾からの輸出は停止、中華人民共和国産の個体も1990年代後期には流通量が減少した。さらに2000年に箱亀族が属単位でワシントン条約付属書通に掲載されたため流通量が減少した。主に飼育か繁殖個体が流通する。テラリウムで飼育される。 大型種ではないものの活発で、ケージ内をよく汚すため、飼育にあたっては、大型のケージが必要になる。性質が荒く、他個体に噛みついたり弱った個体を捕食することもある。ため基本的に単独で飼育する。餌が偏ると成長不良を起こすこともあるため、様々な餌をバランスよく与えるようにする。ありがとうございます。